もハンサムクロージです。はい、今日はなんとスタバのプリンが発売されたので買ってきました。発売日のお昼頃エンタベ見てたらスタバプリンって書いてて、事前に何も知らなかったので、もうそのままスタバに行って確保して今食べます。あー、じゃじゃん、だだんだんだん、バナナチョコレートプリンです。難しいですよね、バナナって。なんかすごい香料強めになりがちじゃないですか、バナナ系のものって。お菓子とかは特にね、香料入ってるけどそんなに多くないか。バナナピューレ、砂糖、チョコレート、当楽が作ってるんですね。当楽ってのは聞いたことある。でもね、やっぱパッケージが毎回可愛いですね。抹茶めちゃくちゃうまかったから、抹茶めちゃうまいよ。バナナ味な、どうなんでしょうね。ちょっと不安が僕自身あります。期待と不安が入り混じる。オープン。このパッケージも可愛いですね。こんな感じでバナナとチョコレートが、ちょっと何ですかこれ、アジアテイストな描かれ方をしてますね。可愛い。こういう絵描ける人いいよな。それ、はい、内蓋です。内蓋は茶色いですね。いくよ。それ、おー、あ、なんかだいぶリアルなバナナの感じ。なんでしょう、ちょっと茶色みがかってる変色を感じるのが、なんか本物のバナナ感ありますね。いいですね。一応あのパッケージにも、加熱処理により褐色した内容物が付着したりしてる場合がありますとか、茶色や黒色の粒バナナ由来のものですとかいろいろ書いてて、その素材の味を大事にしてる感はありますね。うん、見た目がかなりいい感じ、なんか安心感ちゃんとバナナっぽい。あ、いい匂いだ。あ、香料強めじゃない、なんかちょうどいいちょうどいい感じです。すっげえバナナ、バナナっていうのあるからね、ほんと。よし、じゃあすくうぞ。いきまーす。よいしょ。お、こういう感じね。わー、おいしそう。なんか層になってる、すごいキラキラしてます。綺麗。いいね、素晴らしい。美味しそうです。いただきます。あーあー、うまい。舌触りが本当のバナナみたい。うん、香料なくていいと思うんだよねでもまあ、うん、上の方は結構バナナ強めだけど、下の方に行くと別に層になってるわけじゃないと思うけど、だんだんとこうチョコ感を強く感じれる。うん、うまい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 。ちゃんと作ってる感じある。うん、一番下にチョコソースがある。じゃーん、やばー。これ知ってたらさ、こう上からだんだん食べなかったのに。でもめっちゃうまそう、このソース、やば。いやー、そうか。うん、うまい、めっちゃうまい。うん、これうまい。ごちそうさまでした。これはキューハンサム、おいしい。今まで僕が食べたバナナプリンの中で一番美味しいです、絶対。やっぱり香料がね、ほんと強めのものが多いんですよ、あのバナナ系のね。こういう、なんだろう、焼き菓子系だとそうでもないですけど、バナナチョコレートとかバナナプリンとかバナナのガムもそうです。まあガムはしょうがないけど、偽物っぽいバナナ酒あるじゃないですか。僕あれがちょっと苦手で、それもほとんどしなかったですね。でも若干したからちょっとキューハンサムですけど、すごく自然なバナナと、あとチョコレートの香りと味がして、すごく美味しかったです。下にねあるチョコソースがもう最高。これ知ってたら僕ザクッと先に下までもう端っこの方掘って、でこうね全体をこうチョコソースにつけながら食べたのにね。え、皆さんにはぜひそうしていただきたい。すげえうまかった、まあ、お高いだけあってちゃんと作ってるなっていう感じしましたね。まあね、スタバプリンの動画出すと高いってみんな言うからさ、高いなりにうまいんです、やっぱり。そこそれなり違うからね、やっぱり。はい、そんな感じです。気になる方はぜひスターバックスへ行ってみてください。例によって売り切れになってる可能性高いですけどね。でも今は抹茶もあるし、抹茶本当に美味しかったからね。抹茶とバナナ、抹茶の方が好きかな。でも僕はやっぱ抹茶プリンおすすめですなんで最後に抹茶プリンおすすめしてんだろう、わかんないけど。はい、というわけで以上、この動画が良かった方はコメント、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。今日も見てくれて本当にありがとうございました。はい、ハンサムクロージーでした。バイバーイ。